らっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。素敵な品が見つかってよかったですね。早速女の子にプレゼントを渡してあげてはいかがでしょうか。きっと喜んでくれると思いますよ。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名はセイラさんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか。かしこまりました。それではこちらへどうぞ。そうそう、この間のデートは楽しかったわ。また何か楽しいこと思いついたらデートに行きましょう。好きなドリンクを選びなさい。あ、違うんですね。わかりました。わかったわ。今はオーダーするわね。わかったわ。それじゃあボローを用意するわね。ボローから作るのね。ちょっと待ってなさいよ。はい、お待たせ。ありがとう。遠慮なくいただくわ。ボロー残っているみたいね。なら私もそれが飲みたいわ。ありがとう。いただくわね。君と飲むお酒はいつでも最高ね。乾杯。日本食ゆえの驚きというのは少なかったわね。これでもハーフだしね。マムが純日本人。故郷でもマムの手料理で日本食を食べていたもの。私もそう思っていた時期がありました。こういう時は師匠にこう言えって教わっていたのだけど、間違っていたかしら。それじゃあ、まあ聞きなさいよ。故郷で日本食は食べていたし、日本の繊細な料理にも慣れてたつもり。でも私からしたらそれ以上の驚きがあったの。私の故郷はね、ドリンクから何からどれもビッグサイズなの。何でもかんでもビッグサイズ。これでもかってくらいにビッグサイズ。大は小を兼ねる。何でもそうな、もっとサイズについて考えなさいってもんよ。向こうで外食しようとすると、まず量との格闘だったのよ。下手にファストフードのお店なんて言ったら最悪よ。 S サイズのドリンクで注文したら日本の L サイズより大きいの来るから、それでやっぱり食べきれなくなるでしょ。だからって捨てようとすると日本人のマムは怒るし、
それよそれ、食べ残したら怒られるの。そうね、もったいないって発想は正しいと思う。でもスモールサイズを頼んで食べきれない量が届く国だったのよ。だから本当に外食には苦労したわ。まあおかげで私も大食いになっちゃったんだけどね。それでもやっぱり食べきるの大変だったわよ。だから日本の小さい料理には本当に助かっているわ。何かと食べやすい量なんですもの。最初外食した時は本当に驚いたわ。ああ、私もたくさん食べなくても許されるんだってね。そうね、楽しそうね。いいわ、行きましょう。ええ、楽しみにしてるわ。飲みながらするお話は、やっぱり髪長くなってるな。ねね、私髪切った方がいいかな。ショートヘアになるまで切る気はないわよ。数センチ整える程度。ええ、自慢の髪だもの。飲み終わってるじゃない。次はどうするの？フォローが残っているのね。それじゃあこっちから作るわね。はい、どうぞ。もっと飲みたい気分になってきたわ。モツっていうの？内臓系のやつ。あれは話を聞いて本当に信じられなかったわ。もちろん食べに行ったわよ。食べに行って、ごめんなさい、この話はもうやめて。食べた時のあの感触を思い出すわ。時間みたいね。どうしようかしら。ありがとう。それじゃあ引き続きよろしくお願いするわね。そういえば君って普段休みの日はどうしてるの？日本の労働環境だと趣味に時間かけるのも大変だからね。もっと休暇の時間を与えるべきよね。あら、私が君の上司だったらバリバリ働かせるわよ。人を見極めて働かせるのが正しい人の扱い方よ。するわね。お待たせしたわね。これは美味しいわよ。こんな感じね。はい、お待たせ。と食べる前に私の分をディコレーションしなさい。さあ、好き。よーい、スタート。と食べる前に私の分をディコレーションしなさい。綺麗に描けてるじゃない。
ても恥ずかしくないわ。あら、お帰りなのね。わかったわ。今日は君と話せてよかったわ。また次も話したいわね。このボロまだ残ってるみたいだし、お店で預かっておくわね。